のでスポーツ選手もそうです、まあ、そういう人たちを応援していこうということで、まあ、できたら、寄付をお願いしながら、まあまあ、ぜひともそういうところでも近しい中でやっていきたいと思います。でまた心のどこかに所沢の中でプロンコスっていうものを抱きながら所沢市とともに我々もやっていきたいというふうに思っています。でこれから所沢の子どもたちにバスケットももう本当に選手いますけど、ずっと欲しくなって、まあ、所沢地元みたいな方に子どもたちを含めてバスケットの給料をですね、仕込みさせていただいているというふうに思っていますので、いろいろとこれからもご指導いただければというふうに思います。どうしましょう。いただきます。よろしくお願いします。やっぱり申請ってことなので、やっぱ変わるにはこうやって変えていかないといけない。アーカーをこうやってみんな知ってもらえたらいいなって思います。自分がミニバスの頃に初めてプロの見た試合がブロンコスだったので、でそこのチーム自分が今やれているっていうのはすごいありがたいことだし、そこを子供たちにまた変わって、今って自分がプロなので、そこを子供たちに見せたいなと思います。そういうふうに夢を見てもらえる子供たちが増えたらいいなと思います。まずは本当に地域、埼玉県っていう埼玉県すべてが協力して、この B リーグで本当に優勝できるようなチームを作るためには、本当にまずはいろんな方々の協力だったり、地域の活動がまた大事になってくると思う。新鮮だったので、まずはそういうところにしっかり地道にやっていきたいと思います。僕は本当に地元のチームB リーグ、B リーグが B3 リーグ来たので、すべてかけるつもりで地元はダメだっていう思いで来たので、もう選手はもちろんなんですけど、それ以外の活動っていうのはすべて理解した上で来ているので、何事も全力でやっていきたいと。